フィギュアスケート界の名物スケーター曽根美希。リンクに上がればこの大歓声、リンクを降りればサイン攻め。会場ではいつも多くのファンに囲まれ、まさにエキシビションの女王として大人気のスケーターだ。過去には101匹ワンちゃんの曲に乗せて楽しい演技を披露。果たして今回はどんなエキシビションを見せてくれるのか。お、この衣装はまたすごい。さあ登場です。独特のパフォーマンスで人気の名物戦士ですよ。江戸時代、女性たちが愛憎劇を繰り広げた大奥の世界を表現してくれます。これ本物の着物なんですよ。でかなり高価らしくて、生地を切ってしまってお母様に泣かれてしまったそうです。でさらに鼻をつけた草履風のシューズ、透け髪で後ろ髪を伸ばしているところにも注目してください。ああ本当だ、スケートシューズまでこだわってますね。センスも出てまいりました。やはりエキシビションならではですよね、コンテーションというのは。そうですね、あの競技会では小道具などは使えませんので、そして今ここで一番外に着ている着物を脱ぎましたけれども、こうして氷の上に置いて滑ったり、そういうことは競技会ではできないので、まあ、こういったところでショーとして滑るには自由がありますよね。やりたいように表現できる。また珍しい演技でした。人に訴えるものがありましたよね、私たちもここで引き込まれてしまいました。